西岡一生の頭の中へようこそ。パーソナリティの西岡です。皆さん、メタファーというゲームやってますか？メタファーリファンタジオですね。10月のですね、頭ぐらいにですね、発売されて、まあ、体験版はその前からダウンロードできたわけですが、発売から3日ぐらいで100万ダウンロードいったというですね、もう伝説になるだろうね、メタファーはっていうゲームでございます。発売前から騒がれてたし、正直俺もその公表された時から絶対にこのゲームっていうのは買おうと思ってたし、なんだったらもうカレンダーにメタファーで僕は休みますっていう風に半年ぐらい前からずっとこう入れてたような、それぐらいですね、すごい面白いという風に期待されてたゲームだったわけなんですが、その期待すら超えてきたという、そういうゲームになってます。メタファー何がおもろいのか、ちょっとやってない人にですね、配慮しつつですね、ちょっとですね、僕はですね、今日プレゼンさせていただきたいなというふうに思います。メタファーって何がおもろいかって、ペルソナシリーズをね、手掛けてるね、まあ、アトラスっていう会社が作ってるわけですよ。で、女神転生っていうですね、まあ有名なシリーズから派生してペルソナっていうのがあって、で、新しく新シリーズとして作られたのがメタファーだったわけですね。で、まあこれがシリーズになるのか、どんどん続いていく作品になるのか、それとももうこれで終わりなのかっていうのはわかんないんですけれど、でも、今までとはやっぱり全然違うんですよね。現代が舞台だった、女神転生作品だったりとか、本当にその現代の高校生たちが、怪異を退治していくっていうペルソナだったりとか、そういったものとはもう本当に全部違って SF 作品なんですよね。じゃあ我々の世界とは全く関係のないそういう作品なのかっていうと、そうではない。これね、本当に秀逸だと思うんだけど、メタファーっていう作品は、まあそのとある小説が、そのすごく重要なアイテムになるんですよね。とある小説。で、その小説っていうのが一体何なのかっていうと、今の現代日本のことを描いている小説なんですよね。もうね、全然世界観とか繋がってないんですよ。なんて言ったら、もう異種族とか、もうなんか耳とか長いエルフ的な奴らとか、あとはなんかその、ピクシーみたいなですね、妖精とかですね、そういうのとかがいたりとか、あとはそのなんかすごい悪い奴らというかですね、まあなんか怪物とかですね、そういうのとかが出てきて魔法とか使ったりとか、まあそういうような世界観なんですよ。そういう世界観の中で、現代小説、というか、その異世界小説、そっちの人たちから見たら異世界小説として今の日本のことが描かれてるんですよ。その異世界小説としての日本っていうのを見ると、その登場人物たちなんて言うと思います？これは理想郷だなって言うんですよ。って思いません？だって今日本だって全然いっぱいいろんな問題起こってんじゃんとか思うかもしれないんですけど、やっぱでもね、理想郷だって言うんですよ。差別とかっていうのがないんだと。一つの種族っていうものによって、メイン族じゃないですよ。一つの種族っていうのによって構成されているんだ。素晴らしいとかですね。王様の決定方法っていうのも民主主義っていうのが取り入れられてるの。なんだよこれ。俺らの世界から考えたら500年は先になっちゃうだろうな、これ。みたいなこととかっていうのを言いながら、みんなでその小説を読むんですよ。そしてその小説を読んだ上で、でもこんな世界を目指したいよねっていう風に言って、その国の王様っていうのになろうとしていくっていう物語なんですよね。これなかなかね、本当に面白いなっていう風に思うんですよ。まあだからメタファーなんだろうと思うんだけど、ね、暗喩というかさ、わかると思いますけど、その、何が言いたいかっていうと、やっぱり、その、今のこの世の中っていうものを相対化してる作品なんだなと。その、今ってすごく、その、この世界っていうのって、まあ今の、この日本という国も含めて、誇りが持てないっていう人っていっぱいいると思うんですよね。日本なんてもう全然だよと。ね、もうやっぱ、もう海外とか行った方がいいんじゃねえのみたいなこと言ってさ。いや、でもアメリカとかっていうのも全然だよねみたいな。いや、もう本当に嫌な世の中だよねみたいなこととかっていうのを言うわけですよ。だけど、その異世界の人たちから見たら理想郷なんですよね。我々の世界って。っていうのって、すごく面白い設定だなっていうふうに思ったし、それが作品の根幹にあって、日本をね、目指してね、世界っていうものを作っていこうとしていくっていうのが、新しいアトラスの取り組みだなと思ったし、ペルソナシリーズとかとはもう全然違うよねと言いたいんだけど、でもやっぱりなんかつながりを感じるというか、すごいそこにですね、やっぱ思いがあるんですよね。今の世の中っていうのを肯定する作品ってありそうでなかったんだよね。なんかそれこそ異世界転生したいって言うじゃんみんな。
日本から異世界に転生したい、そっちの方が理想なはずなんだっていう風なものが今の日本では流行ってるわけなんだけど、全く逆の視点で、いや日本っていい国だねっていう風にね、異世界転生を描いてるわけですよ。それっておもろいなーっていう風に思ったっていうのが、僕はすごいなんかこの設定っていうのを理解するだけでもすごいプレイしてもらいたいなっていう風に思ったっていう話でございます。メタバーやってよ皆さん。あれはすごいぞ本当に。本当に伝説になると思うし、下手すると本当にポケモンとか、なんかそういう一大タイトルと並ぶぐらいのタイトルに今後なっていくのかもしれないから、ぜひ皆さんですね、プレイしていただければなというふうに思います。ジャンルなんですか ?RPG ですか、シミュレーションなんですか、どんなゲームなのって結局分かんない。ちょっとじゃあそこ話しましょう。いや、なんかどんなゲームなのかって言われても困るんですよね、でもあれ。なんでかっていうと、そのなんかいろいろ混ざってるから、なんかその交流ゲームでもあるし、そのなんだろう、ダンジョンを攻略するという要素もあるし、そのなんだろう、相手の王になるっていう他の人間たちと戦うみたいなところもあるし、まあレベルアップしてですね、それでですね、自分たちのですね、魔法をですね、強化するみたいなのもあるし、なんかね、いろんなものが混ざりすぎてて、正直このゲ、これは交流ゲームって言えないんですけど、だから RPG っちゃ RPG なんだろうし、まあドラクエに近いのか?でもドラクエとかでも全然違って、やっぱペルソナの要素がすごいあるから、なんかこう、なんかすごい自由な時間とかもすごい長くて、難しいな。シミュレーションと RPG のごったにみたいなところなのかな、あれ。何が面白いって説明できないね、これ。いや、なんか俺他のゲームだったらここが面白い、ここが面白いよって結構言えるんですよ。なんだけどね、いや、なんかね、これだけはね、正直ね、ずっと面白い。本当にただただずっと面白くて何も言えない。だからストーリーも完璧だし、そのゲームシステムも完璧だから、どん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 新しいゲームのなんかそのキャラクター解放してったりとか、そういうのとかっていうのも楽しいし、だけどそれはそれでいて、そのなんだろう、恋愛じゃないんだけど、その仲間との交流みたいな、そういう場面っていうのもあって、そういうのも楽しめるしみたいな感じで、ただ僕がやっぱ一番なんかこれ楽しいなって思ってるのは、なんかね、普通にね、レベル上げが楽しいんだよね。あのレベル上げが苦じゃないゲームって多分本当に名作だと思ってて、そのなんか何時間でも何時間でも別にレベル上げて、その戦いを強くして、さあこのままなんかこんな風に相手を倒すぞと、王様になるぞみたいなことっていうのができるっていうのってなかなかないんですよ。だからレベル上げが苦じゃないゲーム久々にやったなって気がした。というわけでメタファーのですね、感想動画でした。皆さんみんなで遊ぼうね。バイバーイ。